静岡県島田市のふるさと納税返礼品に幻と呼ばれるキノコが採用されました。そのキノコを栽培するのは車の電球の製造会社です。一体どういうことなのでしょうか。こちらがその幻のキノコと呼ばれる花びらたけです。コリコリとしていて非常に歯ごたえがあります。花びらたけは高級食材としてレストランやすき焼きで有名な浅草今半でも使用されています。栽培は非常に難しいと言われているんですが、静岡県島田市で自動車用の電球を製造する大井川電気製作所が生産に乗り出しています。車ので使われている電球もやはりLED 化という波がいずれ来るだろうと、我々他の何か違う事業を始めなきゃいけないなと、私どもの社員にいろんなもうなんかアイデアとか出してくださいと、その中にこの花びらだけというのが入っていたわけです。1967年に電球事業で創業したこの会社が新事業として目をつけた花びらたけの栽培。もちろんキノコ栽培の技術者は一人もおらず、生産者を見つけノウハウを学んだこともありました。環境づくり、そして試行錯誤を繰り返し、栽培開始から5年ほど経った今では月に8000パックもの花びらたけが製造されています。電球生産ということで培ってきた品質とかお客様に対する納期管理とかですね、工業製品と同じようにこの花びらたけを育てているつもりでいますので、国内だけではなくてせっかくこの美味しいものは海外にもということも思ってもいます。